はい、今回から SD ガンダム回転2円卓の騎士を始めていきたいと思います。ゆいと申します。ガンダムはですね、ほとんど、知らないと、そうですね、詳しい人たちからしたら全く知らない部類に入ってもいい人間だと思います。ほとんどアニメも見たことがありません。ゲーム、ガンダムのゲームはいろいろやってはいました。ナイトガンダム物語、こういうゲームですね。あとは何かシミュレーションゲームとかね、やってはいました。もう始めていきましょうか。このゲームは、そうですね、ガンダムの中では一番好きかもしれないです。雰囲気がすごくいいので。ザビロニアのブリティス侵攻より7年の時が流れた。賢者アントニオ、起きろ、起きるのだガンダムよ。ちょっと最初なんでセリフは読んでますが、多分かいつまんで今後は読んでいくと思います。そろそろ剣の稽古の時間だ。わしは用事があるから少し出かけてくる。わしがおらんからといって稽古をサボるでないぞ。お前は覚えてないだろうが、お前の父上は誇り高い立派な騎士だった。お前は父上を超える騎士となるのだ。いや、ならねばならぬのだ。もっと急がねば。それでは行ってくる。このゲームの一番の記憶はですね、ゲームバランスを壊す、ちょっとアイテム拾いながら喋りますけど、ゲームバランスを壊す武器をすぐ作れちゃうっていう、普通に楽しむには強大なデメリットが、楽に進むには最高のシステムですけど、それがあるんですよね。名前が付けられる武器があるんですけど、最強の剣とか、それ作ると。喋りながら何をやってるの？喋りながらなんで挟って。高速回、溶岩だもん。今日も剣の稽古か。ご苦労なこった。おっと、それはそうと、村長の娘のミハルを見なかったか。いや、別に何でもねえよ。なんだ、よくわからない。いや、おはようガンダム。あら、こんにちはガンダム。アントニオさんはお元気？何も答えがないガンダム。いや、おはようガンダム。何も答えないガンダム。そしてアサルガンダム。あ、いた、ミハル。あら、ガンダム、今日の稽古は終わったの？最近ザビロニア軍が各地の村や町を荒らして何か探してるって聞いたわ。気をつけてね。キャー、なんだ、キャーって言った。今ザビロニアの兵が村長の家の前に。ザビロニアって何ですか？なんかリアルというか、ガンダムと関係あるのか、実際のアニメと関係あるんでしょうかね。ジャキシザクエス、ブリティスの王子を探している。隠す富のためにならんぞ。ブリティスの王子ってさ、それってさ、それってあれじゃないですか、こういうありがちな RPG。 助けに行く。なんだ小僧、混んでろ。おい、お前たち、こいつを少し痛めつけてやれ。何？戦うってか。はい、じゃあ戦いましょう。じゃあ、
戦闘だな。こそ、お前何者だ。そうか、お前がブリティスの王子だろう。うん、待て。その方に少しでも手を触れてみろ。このわしが必殺の魔法をお見舞いするぞ。な、何者だお前は。汗まく。お前などに名乗る 名はない。さっさと立ち去るがよい。それともわしとやり合う気か。ヌー、覚えていろ。ヌーヌーね。ふう、無茶をしようって寿命が縮まる思いじゃったぞ。わしは必殺の魔法など知らんからな。今まで隠しておったが、奴らが言っていた通り、お前はキングガンダム様の子、すなわち、なんだ、読めない。こうとも読むし、王、さつき賞のさつ、王子なのか。まあいいや。そういう人でしょ。アントニオは7年前の戦争のこと、その時自分が幼いなんちゃらを預かり、なんちゃらです、今まで育てたこと、そしてキングガンダムが行方不明だということを、話したね。後で調べます。時は来た。橋本かい。お前は父キングガンダム様の意志を継ぎ、ザビロニアを倒し、ブリティス王国を復興せねばならない。よいな。嫌だ。情けないことを言うものではない。よいな。嫌だ。嫌だ。はい。うむ。ダメか、拒否権はないそうです。まずは王家の証を立てねばならぬ。センチネルの村長に会い、バトラスの剣の手がかりをつかむのだ。傷ついた時は無理をせず、わしのところへ戻るのぞ。では行くがよい。まあ、ありがちな戦、はい。でね。あ、こういう、二つだけか。アイテム持ってるんですかね。薬草5個とロッ、ロッド。足りるのかな。まあいいや。チート武器というのが作れちゃうんですよ。作りませんけど、こういうオーダーっていうのがあって、片手こうやって、まあ、適当にこう1ゴールドでしかも作れちゃうんですね。こうやって適当に振ってですよ。名前があるんですけど、漢字とかあるじゃないですか。これで最強のなんちゃらとかやったら作れちゃうんですよね。まあ作らないですけど、当時この遊びしかやってなかったので、まあ、時間なかったのもあったけど、だから普通に遊ぼうと思って、この動画では初めて普通に遊ぼうかなと思います。行きますか。仲間にしたい人がいたら、その人の前で B ボタンを押してみな。ブリティス王国のためなら。あ、このゲームはあれですよね、味方が増えるとレベルが上がるんですね。なんだよ。ここですっけ。
こですね。うん、あたかも村のもの以外中に入れることはできぬ。通りたければ、この剣士プラスを一騎打ちで倒してからして通れ。この辺りで俺、この俺にかなうものなどいるものか。倒せるんじゃないの。弱いな。カードダスを手に入れた。カードダスね、このゲームのカードダスの意味がわかんないんだろ。使い道がわかんないんだ。クソ、世の中にはまだまだ上がいるということか。仲間になれよ。よし、決めた。あんたについていってもっと強くなってやるぜ。有剣士プラスが仲間になった。はい、パーティーので、おー、これで7になりました。村あさるか。やってることなんだろうな、これ。毒消しを見つけた音符じゃないよ。だってやってること、ただの泥棒じゃないか。なんかバトラスの話をしてましたね。あ、村長か。バトラスの剣を手に入れ、王家の証を立てるのです。そうすれば、まあそれは、聞きました。バトラスの墓は村の北東の山にあります。そこに行けばバトラスの剣について何かわかるかも。はい。うん。行きますか？もうなんか、あさってもしょうがないしね。お、いいもん向け。円卓の騎士団が何故に丸いテーブルを使ったか知ってますかな。出っ張ってるとあんま良くない。機能性の問題かい。うん、いいよ、行きましょう。やることは分かっているんで行きましょう。東にあるオックスの塔から変な叫び声が聞こえるって噂なんです。はい。うん。何か買ったりしてもいいのかな。いや、なんかなさそうですね。行きましょう。薬草はちょっと買いたい気がします。薬草買おう。はい、うん、10分で行けるかな。行きたいな、10分でバトラス。道のりはある程度知ってるので。あ、あれか。これ。うん。400ゴールド見つけた。これ止まっててもね、エンカウントするんですよ、このゲーム。覚えて、それは覚えてます。攻撃のチャンス、もっと楽だね。お、あ、薬草。なんかこの真ん中怪しいな。入れないか。ここの真ん、ここの裏っかわらしいな。現れた。
丈夫ですね。ここなんか絶対あるでしょう。あ、なんだ、奇跡の聖水。バトラス、よく来たな、ブリティス王家の血を引く者よ。王将バトラス、私はこの7年間お前がここに来る日を待ち続けていたのだ。さあバトラスの剣を受け取るがよい。この山の上よりお前の働き見せてもらうぞ。剣を見つけた。下手したら戻っちゃうね。大人もなし。これ装備するのかな。お、強っ。二刀流できるのに二刀流しましょう。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。だったら、強いんだから、彼も一匹モンスターを倒すだけの火力があった方がいいんでしょうね。はい。で、あの宝箱気になるので、あれ取りに行って。くらい強くなったのか。お、強くなった。毒、うわー、あー、ちょっとめ、ちょっと火力が知りたかったのに。あ、強い。はい、恵みの聖水、なんだろう、わかんない。はい、ということで、まあありがちな RPG にありがちな展開から、あ、つまりこういかんでした。まあとりあえず冒険に出てバトラスの剣を取ったというところまで来ました。まあ今後はそうですね、まあ、進めていき、まあ、20分ぐらいを目安に進めていきたいなと思います。はい、これで今回は終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。